さあ、いきなりなんですが、梅澤さん、はい、テレビ番組の録画ってどうされてますか？ビデオというかレコーダーをテレビにつけていますね。やっぱりそうですよね、はい、でも梅澤さん、これだけ、このハードディスクだけでテレビの録画できるんですよ。じゃあもうレコーダーはいらないんですか？はっきり言いましょう、いりません。あ、本当ですか？はい、本当です。しかもですね、この USB ケーブルをテレビに接続して一度設定すれば、もうすぐにですね、なんとおよそ240時間も録画することができるんです。240時間、すごいですね。それで接続が簡単って、つなぐだけですか？そうなんです。この USB ケーブルをご自宅のテレビの、だいたいこの裏面に接続口があるんですけども、ありました、ここ、この USB 端子、ここにこの USB ケーブルを差し込んでいただきます。さあ、接続はもうこれで完了なんです。もう接続できたんですか？そうなんですよ。すごい、はい、であとはこのテレビ画面に設定画面が出てきていますので、はい、このリモコンを使ってはい、いいえを選んでいくだけ、これで設定ができちゃうんですね。これだけですか？そうなんです。しかもですね、一度設定していただければ結構ですから、これやっていただくのは最初だけなんですよ。本当に簡単ですね。そうなんです。でも小島さん、うちのテレビに対応してるかどうかってわからないじゃないですか。そういった方のために、皆様のご自宅のテレビが対応しているかどうかが簡単にわかる愛用式テレ録チェックという方法がありますので、それをお教えしましょう。でまずはですね、皆様のご自宅のテレビのリモコンを用意してください。はい、そのリモコンに録画というボタンがあるかチェックしてください。ありました、こちら録画と書いてあります。はい、リモコンに録画というボタンがどこにもない場合、この場合は大変に申し訳ないです、ハードディスクを使った録画できないということになります。なるほど、まずは録画ボタンをチェックですね。はい、録画ボタンがあった場合、今度はその録画ボタンをテレビに向かって押してみてください。はい、何か出てきましたね。はい、録画再生用 HDD がありませんと出てきましたね。はい、でこれテレビのメーカーによって言葉は違うんですが、このテレビの場合は録画再生用 HDD がありませんと出てきました。はい、このように逆に否定的な言葉が表示された場合、この場合は大丈夫なんです、ハードディスクを使った録画ができるということになるんです。なるほど、購入前に自分のテレビが対応しているかどうかリモコンで分かるんですね。さあ、そしてこちら対応しているテレビなんですが、はい、まあ、メーカーによってこの機種によって対応できていないものもあるんですけれども、はい、ご覧ください、これだけのメーカーに対応しているんですね。本当にたくさんのメーカーに対応してるんですね。これなら安心ですよね。接続簡単、見るだけだったテレビが録画機能付きのテレビに変身します。うちのテレビは対応しているのか不安でしたら、まずはテレビのリモコンで愛用式テレ録チェックをしてみてください。対応したテレビをお持ちの方はぜひハードディスクを使った録画をお楽しみください。それではまた。